トリノは、イタリア共和国ピエモンテ州にある都市で、人口約86万人の基礎自治体。かつては100万都市だったが、昨今は、都心部の人口減少により80万人台で、推移している。ピエモンテ州の州都であり、トリノ県の県と、都市圏の人口は約170万人にもなり、イタリア第4の都市である。トリノは、ミラノに次ぐイタリア第2の工業都市であり、 フィアットなどを中心とする自動車工業の拠点である。近代にはサボヤ家の王国であるサルデーニャ王国の首都が置かれた。サボヤ王家の王宮軍は世界遺産に登録されている。日本ではドに強制を置いてトリノと発音されることが多いが、標準イタリア語ではツーリノ、リに強制を置いてトリーノという発音になる。そのため、原音に沿って トリーノと表記されることも少なくない。紀元前にポーガワ上流にいたケルト系部族名に由来する。標準イタリア語以外の言語では以下の名称を持つ。日本語文献では古い文献などで時に英語名に基づいたチューリンの名称を用いているものもある。市内を流れるポーガワトリノのスカイライントリノ県外略図トリノ県南東部に位置するコムーネである。 トリノは、ジェノバの西北約 124km、ミラノの西南西約 126km、ニースの北北東約 156km、ジュネーブの南東約 174km、首都ローマの西北約 522km に位置する。すぐ西方には、アルプス山脈を控えていて、その東斜面に市街地が位置し、西方への道路は、モンチェニージオ峠によって、 フランスと連絡している。また水利面では、ポーガワ上流下半に位置し、ミラノ付近ともカブール運河で結ばれ、米の集産地として知られる。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属する。隣接するコムーネは、以下の通り。サボイア家王宮古代ローマ時代以前には、タウリニー人が居住した。後に、ローマ共和国領となり、紀元前一世紀にローマ人によって、 カストラタウリノールムと命名された。後にアウグストゥスにちなんでアウグスタタウリノールムと改名された。トリノの名はタウリノールムに由来する。工業自動車を中核とする国内最大の民間企業、グループフィアットの企業城下町として発展した。そのフィアットオート社の本社及び主要工場がある。そのうちの一つに著名な世界最大の工場と言われた。 リンゴット工場があり、近年ショッピングモール、コンベンションセンター、コンサートホール、ホテル、オフィスなどを含む都市型コンプレックスに生まれ変わった。なおフィアットは近年、経営不振に陥り、従業員が最盛期の8分の1程度に減っている。イタリアにおける航空産業の中心地、アリアンロケットもトリノにて、フィンメカニカ社の子会社、アレニア社にて一部生産された。 上記のように工業が盛んで、ミラノに次ぐイタリア第二の工業都市である。イタリアにおけるメディア産業が始まった都市でもある。イタリア放送協会はトリノで設立された。またマカロニウエスタンで知られるイタリアの映画産業もトリノが中心であった。国立映画博物館がある。世界遺産の応急もあり、2006年のトリノオリンピックを機会に、 観光産業にも力を入れつつある。新聞社イタリアで3番目に発行部数の多い日韓市ラストンピの拠点。2005年時点の発行部数は50万部。ピエモンテ州とリグリア州で読まれている。ラストンピは1867年にトリノでガゼッタピエモンテセとして創刊された。2005年現在、市面の政治的な傾向は自由主義的である。 鳥の空港鳥のメトロ空港鳥の北西1 5トルの郊外に鳥の空港があり、パリ、フランクフルトアムマインなどヨーロッパ主要都市と直接結んでいる。国鉄トレニタリアの主要な駅としてポルタヌオーバー駅とポルタスーザ駅がある。ミラノからの列車はポルタヌオーバー駅に終着するが、多くの国際列車は鳥のポルタスーザ駅にしか止まらない。 トラム市内交通はトラムが発達している。地下鉄トりの地下鉄1号線がオリンピックを契機とした都市開発で建設される。2006年2月4日に開通。イタリア初の自動運転の車両を導入し、ポルタスーザとコレーニョ間を結ぶ。高速道路高速道路では、ミラノ、ジェノバ、アオスタ渓谷州、バルドネッキア方面など、各方面から、 郊外の環状拘束へつながっている。鳥の大聖堂スフィンクス像、バレンチの公園、モーレ・アントネリアーナ・スペルガ聖堂従来から工業都市とのイメージの強い鳥のだが、2006年の冬季オリンピック招致を契機に観光都市としてのプロモーションを強化している。主な観光地は、下記の通り、鳥の名物の飲み物ビチェリンイベント1959年に記念すべき、 1> 第1回カキユニバーシアードが開催された。2006年には第20回冬季オリンピックであるトリノオリンピックが開催された。2021年から男子プロテニスの最終戦 ATP ファイナルズが当地で開催が決定している。公用語は標準イタリア語だがフランスに近接しているためフランス語も使用されることがある。サッカーイタリアサッカーリーグのセリエへのユベントス。 鳥のフットボールクラブの2チームが本拠を置いている。ユベントスのスクデット獲得回数はリーグ最多の35回を数える。カミロカブール、ありがとうございます。